どうもこんにちは、芸人ケトです。よいしょはい、というわけでさあ、今回は東京ゲームショー TGS に、はい、来まして、お、あれおつめちゃん、おつめちゃん、おつめちゃん、お久しぶりです。いいですか、ちょっと普通におつめちゃん、めっちゃタイミングいいっすね。びっくりした、高い声出してる人ですよ。そうだ、今日なんか言ってたね、ツイッターで。ちょっと、はい、頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。また東京ゲームショー感出たな。もうタレントさんも来てますわ。バカにしてんの。いや、バカにしてないですよ。どういうことですか。どういうことですか。いや、今のバカにしてないでしょ。今のバカにしてない。バカにしてない、バカにしてない。はい、今回は東京ゲームショーに我々インフルエンサーの方を、はい、呼んでいただきまして、はい、ありがとうございます。この中をもうね、遊んで回って、はい、撮っていいということなので、はい、これはちょっと楽しみですけど、ちょっと映してくださいよ様子をね。まあちょっとね、やっぱ今までの、ゲームショーと比べるとスペースはね、狭いけど、うん、映り込み、あれ天気予報に映り込む人じゃないよね。大丈夫、あ、やだな、ちょっと外そう、外すわ、あまりやだな、カメラの真ん中に来るから、こっち行くわ。まあでもこうやってほらね、コロナの期間にもできたっていうのがね、いや、ほんと素晴らしいです。うん、来年、再来年ってね、もうなんかもらっちゃいましたよ。これね、Amazon Music からなんと。じゃ、どんだけこれを持って帰れるかっすよ。なんでで、まあ、確かに。ちなみに僕、2ついただきましたもん。何個でも持ってっていいですよって言われました。何個でも言ってましたね。確かに、やっぱ楽しみな一つですよね、これ。ありがとうございます。はい、なんで、まあ、ちょっといろんなゲーム遊べるみたいなので、はい、はい、まあ、遊んでいきましょうか。はい、早速。さらに新しいコラボ。あれは一般のインフルエンサーってこと。違う。あれ交代交代でやってる。あれを体験できるわけじゃない。キャストさんか。体験できるんだから。ちゃんとやってますから。あ、そう、ちゃんと雇ってやってますから。これ SNS 投稿するとグッズもらえるって。え、マジっすか。もらったー。まあ、やったっすか。ツイッターで。え、買った。買った。いや、もらったでしょ。いや、ワンをやったかって。買った。あ、確かにリトルナイトでやったんすよ。じゃ、買った。めっちゃ買った。いや、これはね、いいよ。髪折らないと入らないから。いや、これ欲しかったね、この、こういうの。あ、ちょっと小バッグね。うん、小バッグ。小バッグの。いや、これいいな。俺が選んだカードはジェムライトフュージョン。うるさい。ダメなの？ダメ。え、防音じゃないの？ダメじゃないんだけど、ダメよ。絶対そうっすよ。行くぜ、会話デュエル。ちょっと待って、全然知らない。びっくりしてる。ゲーム内の声か。もうちょっと小さくて。あ、すいません。言われてんの？言われてんの？本当に。地元4000だったけど。いや、それは特殊だよ。うち2000だと、うん、いや、それ特殊。昼夜の大火事3枚でもう半分以上めちゃくちゃいっちゃうんじゃん。4000引く。俺一時期2000じゃなかった。最初は2000だった。このこれになってから全部8000よ、多分。ドロー。これがジムナイトの強さなわけでしょ。そうだね。そう制約なわけでしょ。これがもう効果読んでないけど、こっちでしょ。でも落とし穴あるから。落とし穴出た時だから。じゃあ落とし穴出た時だから。落ち10のモンスターが効果弱いわけねえんだから。まあ確かに。うわ、めちゃくちゃ強いじゃんこいつ。強い。だからジムナイトが手札に来たら勝ち。来ないと負け。いや、負けではないでしょ。なんか、なんかキン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 、なんか出せんじゃない誰か。これなんか特殊召喚できる。できない。なんだこいつ。あ、リンクか。あ、ちょっとやめたいな。1400のやつをしていただき、とりあえず、殴るしかねえな。男は黙ってよ。ジルコニアでパンチ。ジルパン、そしてレシスで。面白かったっすね。すごいね。いや、ちゃんと PS5 で遊んで、はいはいはい、でゲーム画面をそのまま録画してもらえるらしくて。いや、これめっちゃ、あれ？USB で。
USB もらったの？これにも動画データも音声も入ってます。じゃあそれあの中出したら、中のデータ出したら俺もらっていいの？じゃあそれは、なんで側もらおうとしてて得じゃん、贅沢だな。あとやったの小池だから、うん、なんで俺らに封じじゃないからやったの俺あの叫んだだけだから一番喋って、いや嬉しい、ありがたかった。ウイさん、はい、めちゃくちゃ面白そうなのあるんですよ。ファンタンゲームアカデミーの輝けブラウニー。え、あそこ見て。何？うーわ。ちょっと待って待って待って。筋肉ですよ。いやそういうことですよ。でここに来れば、うん、ボディービルダーになれるらしいんですよ。お前しかいないじゃん。俺しかいないっす。行こう。上脱がなくて、あ、タンクトップ着れるんだ。タンクトップいいんすか？タンクトップもらえ、おーすごいすごいな、バルクが、バルクがすげえな。着ながらやりますか？こんな、こんなになれるんですか？こんなになるんですか？うおー切れてる、切れてる、毛がない、すごい、すごいつぶつぶ、こんなになれるゲーム、肌質じゃなくて筋肉を褒めて、筋肉を褒めて、すごいな。ちょっと待って、おい負けてねえよ、うちのも、うちのも負けてないっすよ。出産した陥没乳首じゃないちょっと陥没乳首だけは言わないでよそこなの NG、 大きな声でそこ NG なの。いやめちゃくちゃいいじゃん、そのタンクトップ。負けになりました。あーいいね、あーいいね。コントローラーをお渡しするので両手をまっすぐ前に伸ばしてください。まっすぐ前にお願いします。ありがとうございます。コントローラーまず首に紐を通します。いた、誰殴ってんの？ VR、 VR 握っていただいて、お、すごっ、 VR、 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 こちら左手もお渡しした後に何が見えてるの？今両手の伸ばし方っていうのをこのまま保ったまま両手と頭から光が出てるので、この首のやつは VR の？首のやつは VR ではないです。ないですよね。鏡に映ってるのが…驚かないかよ、情けねえな。上に上げたり、もっともっと、いや、なんか内股はどうにかなんか内股なのよ。これ内股、内股気にする人後ろ振り返ったらジムとかに、うわ、すごっ、結構広い。うわ、すごいすごい、ロッククライミングもある。あ、手がちゃんとある。ヒロチンがマッチョを追ってる。次はこのポーズを持ってきて、どう、いいよいいよ、高いです、高いです、胸張って、胸張って、胸張って、おー、大事大事、そう、でかい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 、大胸筋、カクカク、いや、これ結構きつい、筋肉の切れだ、きつい、きつい、ポーズ自体力が入って、まだきつくないんだよ、きつくないと思う、これからじゃない、これから、次、本番なので、本番、お客さんに向かって筋肉をアピールする、あー、来た、来た、はい、出てるポーズ、出てるポーズ、大胸筋意識して。これなんかちょっとついてきたな、なんかちょっと筋肉ついてきた、あれちょっと筋肉ついてきてない、ヨシさん、イメージのパワーってすごいな。今のところヨシさんゾウしか言われてない、ヨシさんゾウしか言われてないの、まだすごいですね。やばい、もうもうマッチョじゃん、お前。ほら、もう手振ってるわ。わー、すごい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 。あれ、よし、あれ、よし、あの、じゃあ、もう現実だから。よし、もう、ダメダメ、もう、見ないで。あ、嫌い。あー、もう、これ、精神的ダメージ結構強い。いや、でも意外ときつい。あ、すみません。ポージングするだけでもね。いや、これきついよ。やっぱちょっと必要なんだ。意外と筋肉使いますね。結構、はい。結構ポーズ取るのきついんですよね、イベル。なるほど、ちゃんと取らないといけなかったから、ありがとうございます。わー、すごい、ナイスバルク。はい、というわけでコナミブース来ました。はい、コナミブース、おー、なんかもらってる。何もらったんだよ。見てください、これ、これ見て、これ
パワープロくん R。 声でかっ。やりたい。声でかっ。大好き。本当に好きだから。声でかいでうちの先輩怒られてんだから。そうなの。勇気だったら怒られたんだから。ちょっとやりたいんです、パワープロくん R。 パワープロくん R がね、なんと主流ができて、はい、しかもそのパワープロくん R から出てる新しいモードが遊べてることで、いやすごいね。で、4人同時プレイできるんですよ。やりたい、はい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 、やりたいね。で、もし4人に満たない場合はあのコンパニオンのお姉さんと一緒にやれるのよ。え、じゃあ俺なのに、なのに俺たちは5人いるからおっさんたちだけでやります。やだ、地獄じゃん。やっていきましょう。パワープラーの、パワープラーの小池がなんすかね。重りだ、ならない、10個ぐらい重う、これ。え、大丈夫、手前もらっていいですか、俺。いや、重う、これサバイバルですから。自衛隊じゃん。しかも、すげえいいバッグ。じゃあ 僕一番奥で。あ、どっちからって？左手。あ、じゃあ。うわ、これエグっ。一番めんどくさい。両者それ何？メリケンサックです。メリケンサックつけてプレイする。あ、じゃあこれですか？じゃあリュックサックは。はい。わあ、リュックか。ありがとうございます。あ、でもちっちゃい。リュックでも。ちっちゃい。ちっちゃい。いつもしてる。はい。なるほど。みんなお姉さんに教えてもらってニヤニヤしとるわ。スケベ親父たちが。めっちゃ嬉しいこれ。まんま、まんまっぽくない？アドバンスのやつも。すごい。サイバーバルでお願いします。サイバーバル行きましょう。どうします？私グリズリー。サラマンダーあります。わかりました。俺グリズリー。よっしゃ、ガウルか。ガウルね。じゃあ俺が一番オーソドックスな。バード、バードもう BTS らしいから、めちゃくちゃデルタ、オメガ、アルファ。いや、めちゃくちゃメリケンサックやりにくいんだけど、デックとかいいよね。顔乗ってんじゃないか。あ、いい。おー、すごい、これで、あ、同時にエレン特殊能力もらえるんだ。これ、どれ。あの、わらわら、あ、俺黄色。俺は赤。やばい、上から処理しよう。お、強いレーザー。ちょっと藤さんのカバーしていきます。本当だ、これ一発一発が、うん、あ、遠距離型だな。ダメだ。潰され、潰され。お、松倉くんだ。いいな。誰か使ったかだけ言って。お願いだから。やった。あ、よかったな、おい。カメラマンのニコラスさんももらってるじゃないですか。うん、やったね。もらっちゃいました。あ、よかったな。これはね、やっぱゲームショーって言ったらやっぱ T シャツ集め。うん、嬉しいな。T シャツ集めショーね。うん、違う違う、 T シャツもらえるでしょうね。ゲーム遊びましょう。あと、あの黄色の、黄色宣言するときちょっと気持ち悪かったんで、次から気をつけます。なんでだって黄色、あ、でもあんまり気持ち悪くない黄色だね。ほんとだ、いい色、いいソフトな。ありがとうございます。はい、黄色でいいんだよ。ありがとうございました。もうちょい黄色でいいわ。こっちの方がいいのよ。面白かった。いや、面白かったね。面白かった、うん。あれで強い選手を作るっていうのがやっぱりね。うん。ちょっとまた、あの、できれば野球もやりたいね。うん。私、サクセスやろうとしたら怒られちゃった。ね、サクセスダメちゃった。長いから。ゴールへ作れるの。いや、いいね。長いんじゃん。1時間やる。30分で終わらせる。いやいや、ダメ。頼む。30分も長い。やらせてくれ。30分も長い。頼む。またやっていきましょう。やりましょう。楽しい。